ソリンか。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はね、私のスマートフォンの中身をご紹介します。私は YouTuber なんで、結構スマートフォンに依存した生活を、変わんないのかな、 YouTuber 以外の仕事の人とも。そんな変わんないと思う、やっぱり。じゃあ今日やめる、紹介やめる、いや、やります。イエース。でまず私の画面ってこんな感じなんですよ。なんかフォルダを上に固めて、でめっちゃ使うアプリは下の方に、このフォルダなしの感じにむき出し出してるんですけども、じゃあまずはフォルダから見ていきましょうか。一番左上、カムって書いてるやつは、カメラ系ですね。そう、ビューティープラスとか、まあいろいろ iMovie とかありますけども、一番私はこの中で使うとしたら、そうだな、Google フォト一つ。あとはこの Google フォトの横にある、これですね、ミューズメージっていうアプリです。これはどういうアプリかっていうと、ちょっとフィルターをかけた動画を撮れるアプリ。なら、盛りながら動画を撮れるっていう感じですかね。ただ、良くないのが少し画質落ちちゃうから、まあ、そんな感じです。ここにはなんだろう、インスタの写真を撮るときとか結構、フーディーっていう、この黄色いアプリを使ってフィルターかけたりとかしますね。主にこの3つかな。あと自撮りした時はビューティープラス。カメラホルダー以上です。次、このナビっていうホルダー、やっぱり乗り換え案内が一番ですかね。これすごい便利ですよね。一番シンプルかつなんか運行情報とか見やすいんで、私はこれ無料でもうずっと使ってます。で次にこの Google マップ、これもなんか待ち合わせ場所とか行く時とかに重宝しますよね。あとはなんか寝る前に、私結構地図見るの好きなんですよ。この国のこの国境はここにあるんだとか、まあ、そういうのを調べたりとかするのにたまに使います。次、ニュースアプリ。これはもう最近このウェザーニュースしか使ってないですね。これシンプルですごい使いやすいんで、私はもう高校2年ぐらいから iPhone 持ってるんですけども、そのくらいの頃から私使ってますよ。これめっちゃ便利。次、ストア。これはもう買い物する時のアプリとか、あとたまに服屋さん行った時にそのザラのアプリとか開いたりして、あ、こういうコーデがあるから私もちょっとこれやってみようかなみたいな。私マネキン一体丸ごと買っちゃうタイプみたいな。だから自分のコーデじゃなくて、もう他力本願ですよね。恥ずかしいの、店員さんにこのマネキンが着てるコーディネートを買いますってね、言うんですよ。そうすればさ、失敗ないじゃないですか。いいですよ。次、ツールホルダー。これは私、あ、でもこれダントツドキュメントアプリですかね。これはめっちゃ私は使います。これはもう毎日使います。リフレクの音源の練習の時とかも私はこれを使ってます。そしてしめじ、これは私のこのキーボードとか、わかりやすく言うと大きいカノン、これちょっとなんかめっちゃ、何これ、なんか変なの出てきた。こういうキーボードのアプリが立ち上がってくるんですよ。普通の標準キーボードじゃないんですよ、いろんなデザインとかやったりとかできるんで、これいいですよ。して次、ストゥディー。これは韓国語とか、なんか私が行き詰まった時とか、韓国人の友達と話してる時に、あ、この単語わかんねえなーっていう時に使ったりとかする感じ。まあ、韓国人が主に書いてるブログとか、あと韓国でいうその Google 検索アプリ。で、これもなんか、韓国語わかるようになるために、韓国版ニコ動みたいな動画アプリですね。で、これはフラミンゴっていうのは語学学習をする時に使う先生を見つけるためのアプリみたいで、これメムライズっていうのは語学学習アプリ。なんかこうリングホルダーとかよくやるじゃないですか。こうやってペラってめくって、この単語はこれで、これ答えが裏に書いてあるみたいな、そういうアプリです。これはたまに使う。で、暇つぶし、これ結構ね、私使いますよ。 DTV、 これドコモの回線に私契約してるんで、月に数百円でアニメとかドラマとか、でも私アニメって言っても全然見ないんですよ。クレヨンしんちゃんかドラえもんぐらいしか見ないんで、まあ、それ見るためよみたいな。 YouTube とかでさ、はい、 YouTube に違法ダウンロードしてるやからいますけども、そんなねことしちゃダメですからね。私はちゃんとお金を払ってドラえもん見てますから。 DTE D マガジンはドコモユーザーだったら入った方が結構いいかも。結構おすすめです。次、アップ。これはなんかよくデフォルトで入ってるじゃないですか。 iPhone 買うと入ってくる、その別にいらないよみたいなアプリがあったんで、ここにごちゃっとまとめた。もう全然使わないこれ、放置プレイ。次、 SNS、 これしょっちゅう使いますよ。
最近ちょっとご無沙汰ですけども TikTok も、ね、やってましたね。これね、質問箱たまに使うでミュージックアプリ iTunes ストア、これも最近使ってない。 LINE ミュージック使ってない。 YouTube ミュージックも使ってない。 Amazon ミュージックも使ってない。シャザムは、シャザムってこれは例えばなんかスーパーの中で音楽がこう流れてるとするじゃないですか。あ、この曲いいなと思った時にこうやってこのアプリを起動してスピーカーに近づけると今流れてる曲はこんな曲ですよってね教えてくれるんですよ。これ便利ですよ。ライブチューンズ、これめっちゃいいですねこれ私が自分の、ファーストシングルのかさぶたの私とかをこのアプリで再生したりするんですけども、ライブバージョンで聴けちゃうんですよ。このアプリの中になんか例えばアリーナホール、ドームコンサート会場とか、なんかそういういろんなシチュエーションを選択してそこで流すみたいな。だから私のかさぶたの私がドームで流した風に聞こえちゃったりとかするんですよ。それ面白いですよ。これは無料なんです。フォルダは以上になります。次翻訳、これもめっちゃ使う。でカメラもこれね、 YouTuber ですから使いますよ。で写真アプリ、これもまあ、めっちゃ使うっていうか、インスタもめっちゃ使うし、ミュージックアプリもこれめっちゃ使うでしょ。まあ YouTube アプリで、これちょっとね文字かぶって YT スタジオ、 YT スタジオは YouTube の管理画面アプリです。で YouTuber 側だけが使ってるような感じのアプリですね。でこれサファリ、アップストア、これはアプリダウンロードするやつで、スイカアプリ私めっちゃ使いますよ。で Google カレンダーもちろんこれ予定で詰めたりとかするんで、あとスラック、これは事務所のスタッフさんとかマネージャーさんと連絡するためのやつですね。 LINE とかでやんないんですよ。メールとかでも電話、不在着信とかメッセージめっちゃ溜まってるんですけど、これなんか自動で送られてくるやつとかあるから私無視しちゃってるんですよね。メッセージミート、これは Google の社員さんたちとやり取りするときとかにしか使わない。ミーティングするときとかに使えますね。で Twitter、最近私 Twitter もそうだけどインスタもなんか写真投稿するようにしてます。そんな感じですかね。私のこのスマホに入ってるデータの量が、曲が217曲、ビデオが654、写真1052、アプリが110個で、容量512GB なのに全然まだ使える容量 486.02GB やべ全然使ってないっていう、この感じですかね。私のこのデータを今回、お見せしたんですけども、皆さんはどんな感じにスマホのこのホーム画面とかアレンジしてますか？結構こうやって私はまとめたいタイプなんでやってるんですけども、皆さんのホーム画面とか私もちょっと気になっちゃうんで、もしよければツイッターとかにかのちゃんこんな感じだよみたいな感じでアットマークメモリーアンダーバーかのんみたいにつけて、なんかホーム画面の写真とか送ってもらえると嬉しいです。今回私の初めてのスマホの中身紹介という形で動画を終えさせていただきます。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、 そしてリフレクションチャンネルも画面の下にありますので、ぜひチャンネル登録してね。そう、リフレクションチャンネルっていうのは私のバンドのチャンネルですね。サブチャンネルの名前をリフレクションチャンネルって今呼んで私は活動してるんで、よかったら見てみてください。で、この動画が今出てる頃には私は今韓国にいると思うんですよ。なので韓国で撮った動画も続々と今後公開していきますんで、そちらもお楽しみに。ということで、また次の動画でお会いしましょう。私は僕、いつになっても居場所探しで埋もれてゆく夜空の下。